オーストラリア準備銀行は7日の理事会で、政策金利を0.25ポイント引き上げ4.35%にすると発表しました。利上げは5回合ぶりで、2011年11月以来12年ぶりの高い水準となりました。利上げの理由についてブロック総裁は、最近の物価などの指標でインフレが長期化するリスクが高まっていると指摘しました。 また、さらなる引き締めが必要かどうかは、データとリスク評価しだいだとして、追加利上げに含みを持たせました。